どうもトレインです。本日もマリオカート実験でいこうと思います。よろしくお願いします。最初のコースは 150cc ではないです。 200cc のヨッシーサーキット。さあこれ 200cc のヨッシーサーキットね、どう立ち回ればいいかな。さあよいしょっと落ちないように、よしっかりついていきまして、さあショートカットで事故ってる民を抜かしていきまして、さあ一応踊り出ていきます。まあ、150cc のねヨッシーサーキットだったら、まあ、どう考えても後ろ下がった方が強いんですけども、ちょっと 200cc の立ち回りね僕知らないので、まあ前がガンガン詰めていきながらね走っていこうかなと思います。さあ赤コーラが飛んできてるけど、なんか追いついてこない、逆に追いついてくれ。さあよいしょっと、さあどうしようかな。だいぶ後ろは抜けてるから、あとは俺は事故んないように走っていければ問題ないかな。さあよいしょ、しっかり、あーっとっとっと、事故ってる事故った、事故ったけど落ち着いてね、落ち着いて冷静に対処。さあよいしょ、インついていきまして、んーポイントか、悪くないな。さあよいしょ、さあトゲゾウも飛んできたが、んーまあこれ防ぐ手段がないので、まあ逃げていきますか。さあよいしょ、さあトゲゾウ食らっていきますが、まあでも相当後ろ離れてるからまあ問題はなさそうだけどね。あ、強いなそのキノさん。まあ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 、おお、サンダー振ったね、振ったけどこれは結構逆に1位有利なんじゃないかな。前がそんなにね、なんて言うんだろう、みんな前であんまりアイテム取れてないし、後ろも全然上がってきてないからかなり有利だな。さあアイテムダブルしっかり取っていきまして、さあ緑コーラ引いた、ここはよいしょ事故んないように、うー落ち着いて落ち着いて、よいしょリスクしていきます。さあもうここはダブル取らないで、しっかりインついていきまして、さあコインだけだけど、まあ赤コーラも飛んできてないので、オーケーチューショーケーまあ200だったら前の方が強いんかな。まあサンダー回避も少なかったっていうのがね、まあ個人的にはね風向きが良かったかなと思いますはい、ということでね、本日もご視聴よろしくお願いします。さあ2レース目がミュージックパーク。さあコイン引いたのですぐ使っていきまして、よいしょしっかりインついていきます。よいしょ、さあどうしよっかな。まあまあ1位出れてるから、そのまま事故らないように気をつけながら前、いやーちょっとアウトいっちゃってたな。さあコイン引いたのでコインはすぐ使っていきまして、ちょっと待って、 7D も頑張ってるなどうした俺、落ち着いていけ。さあよいしょ、ジャンプアクション出してコイン取りに行きたいけど、ちょっと高すぎるな。さあ相手の次はしつかい取っていきまして、さあ赤コーラが俺に飛んできたよね。さあしつかいを防いでいきまして、ボム兵をねプレゼント保有していきまして、なんか赤コーラすり抜けてきてるな。まあいいでしょう。さあ赤コーラ食らったけど、最速でミニターボ出して、復帰していきます。よいしょ、さあしっかりインついて、どうしよっかな。まあどうしよっかなって言ってすることないんだけどね、もう前出ちゃってるから。さあよいしょっとインついていきまして、さあトゲゾウ飛んできたね。まあこれはそのまま食らいますか。さあトゲゾウ食らいまして、ちょっと7人前がねトランポリン前っていうのが嫌な場面で、危な危な危ない危ない危ない、よかったよかったこれね逆に美味しいんですよね。ちっちゃくなってる時でもグライダーってめちゃくちゃ速いので、よいしょ、まあ、その加速を生かしてしっかりと後ろとのね差を広げていきます。さあバナナはこれイン側で抜かせるな。オッケーオッケーオッケー、いいですよ。さあ2位も相当空いてるね、いい感じいい感じ。さあしっかりインついていきまして、よいしょ、さあ緑コーラ2つ引いたね。これはもうこのまま持っていこうかな。赤コーラ2つ引かれたとしても大丈夫なので、まあ逃げ切れる可能性は高いかなって感じですね。さあここイカスミちょっとやらしいので、事故らないようにだけ気をつけながら、よいしょ走っていきましての、さあインついて、よいしょジャンプ。さあトゲゾウ2発目飛んできたけど、まあこの距離感なら負けなそうかな。よいしょ、まあ、唯一負けるとしたらサンダー回避をされて、まあ上がってこられたりっていうのがあるんだけど、それもなさそうなので、まあそのままゴールインドケイチューショーゲーまあこれはねちょっと事故はあったけどね、ちゃんとずーっと前走れてたんがね、まあでかかったかなと思います。オッケーまあ後ろに揉まれないのってねほんと大事だからね。オッケーオッケーはい、でね次です、行きましょう。さあ2レース目がリボンロード。さあまずしっかりインついていきまして、押されそうだな。さあ相手がなんか止まらないぞ、大丈夫か。よいしょ、さあ1位出られたけど、まあキノコ持ってるし、あれは前行きそうだな。横当てされていく、まあ仕方ないな、これは止まって、よいしょコインを回収して、一瞬止まって打開狙っていきますか。さあアイテム交換していきまして、
そこでスター出てくれないの、おいしょっぱいな。できたらスター引いてね、曲がっていきたかったんだけども仕方ないな。さあここはよいしょっとちょいちょいブレーキ踏みながら、よいしょ、アイテム交換していきます。なんやこの変なハイバイは。まあ、とりあえず小を使っていきまして、ちょっとやばいなこれ、めっちゃ終わりしそう、危ないからさすがにもうこれ前詰めていくか。逆に1位もねめっちゃ抜けてるから、まあ、そこまで悪いあれにはならなそうだね。さあ赤コーラ持ってる、いや赤コーラじゃないか、あれキノコか、よしよし、それなら大丈夫か。さあ、あー危ない、自分の置いたバナナに当たりそうな沼がいるんだよな、危なかった。さあ3位、じゃあ2位がね赤コーラバン回してるんですよ。なるほどなるほど。さあよいしょっと、ショート勝っていこうかな。これはでコインちょっとねやられて落としちゃったんで、しっかり集めていきまして、さクラクション持ってるね、いやーテレサに取られちゃった。さあよしよし、いいよいいよ、よしよし、やり返し、 OK。 さあパックンチョし、パックンチョしていきまして、よいしょ、さあジャンプアクションも出していきます。さあ裏コインだけど、まあアイテム近いんでまあ大丈夫かな。よいしょ、さあしっかりインついていきまして、さあよいしょ、ジャンプアクション出していきます。さあいい感じいい感じ。さあキノコじゃないな、バナナも引いて、さあテレサ君にはそれあげましょうと。まああとはねショートカット、でもキノコショートか来ても多分大丈夫そうなぐらいの距離は空いてるから、まあ問題ないかな。まあ一応まあボム置かなくても大丈夫だな、これ逆にボム置いた方が負け筋になりそうなんで、置かずにゴールインドケージシャーケあーちょっとね2周目の後半の赤コーラ後ろ投げがねちょっと予想外でビビったけど、まあね落ち着いて対処できてね1位取れたんでよかったかなと思います。 OK 次です、行きましょう。さあ4レース目がネイチャーロード、まあこれは最初インついてそのまま逃げ切っていきますか。さあしっかりジャンプアクション出して、よいしょ。さあこれはコインダブルアイテム取りに行くか、余裕ありそうなんでね、よいしょっと。さあケツすぐつけて、まあ樽抜けしてきそうな敵にね、プレッシャー与えていきます。さあしっかりインついていきまして、いいですよ、ここはまあダブル取らなくていいかな。さあイン側ついて、いやデルサ君、君それまずいんだけど。さあ赤コーラ引かれたら終わりなんだけども、引かれないことをお祈りしながら走っていきまして、よいしょ。さあしっかりミニターボ貯めていきます、よいしょ、ゴリゴリと貯めていきまして、ボム兵引いたね、これ置き得やな、置き得なんで、よいしょ、ここで置こう、こういったら意外と当たるからね。よーし、しっかり、しばき散らかしていきまして、よいしょ。さあこういう赤コーラ飛んできてる、しっかりバナナで防いでいきますと。さあトゲゾウも飛んできた、ハッピーセットやめてよマジで。ハッピーセットあかんて。さあコイン急に4枚まで減っちゃったよこれ。なかなか厳しい局面に追い立たされてるんだけど、なぜか1位は取っていると。ただ後ろがもう相当詰まってきちゃってるからね、まあどうせ抜かされるねこれは。さあまあ抜かされていきまして、スター持ってるなここ、あー当たんないか。まあまあいいでしょう。さあしっかりインついて、あの1位をどう仕留めるかだな。コッコ、あーもうコッコじゃないんだわ。もう沼アップすぎ、もうこれ1位捨てよう。2位だけ取りに行きましょう。おっとただ1位が、何に当たった今、ねえアメリカの谷。完全に俺対打ちしちゃねえ今。ちょっと待って、2位取ろう、2位取ろう、絶対2位取ろう。さあやばい詰まってきてる、やばい引かれる引かれる、アウト回って、あーいダブル取らないんかい。さあ木野さん引いたからこれギリギリいけるかなってところなんだけど、どうかな。よいしょっとしつけジャンプアクション出して、ショーツカツ行きまして、ギリギリ届くか、ギリギリ届かない。もうこれ3周目のあの自分にバナナスライプしてるのがどう考えてもガバプすぎたなマジで。まあまあ切り替えてね、次レース行きましょう。さあ5レース目はキノピオハイウェイ、まあまあそうだな、これは1位パッパと出ておきたいな。さあアイテム取れなかったけど風取れて、ちょっと待って、ここの押し合い合戦、押し合い合戦耐えていきたいよ、押し合い合戦耐えてコインだけ、ここだけ取れたら OK、 よしよしよし。さあここはしっかり俺がコイン取っていきまして、さあ赤コーラ引いたけど、まあまあ1位もね緑コーラ持ってんだよな、とりあえず赤コーラぶん投げておいて、おお持ってね、バナナ持ってるから、さあこれも赤コーラ投げて、よいしょ、うまいことウイン側から抜かしていきます。バン、よーし。しっかり2位をもぎ散らかしていきまして、さあ1位踊り出たね。ただねマップ見てもらうと、まあ、だいぶね混戦状態なのでまだ安心とは言えないですね。
まあ、しっかり、いやトゲゾウ飛んできたな。これどうにかして車で、リカバれたらいいけど、赤コーラがいい感じに飛んできたので、これでリカバっていきますか。よいしょっと、さあよいしょ、早めに復帰していきまして、さあ2位が赤コーラ持ってるんだよなけど、あれ消えてるね。よし、ここで反射させよう。もうバナナ見えなかった。さあ、あーブーメラン持ちがいるから、これイン側同じライン走ってたらぶち殺されるから、アウト側走っていきまして、さあキノコ使って、よいしょ、ちょっと前詰めていきます。さあ赤コーラ引いたね。これどうしよっかな。こうだな。よし、これの不意打ちは強いでしょ。 OK、 しっかりブーメラン持ちをもぎ散らかしていきまして、1位躍り出ていきます。さっきに比べたらだいぶ、まあ、2位との距離感も空いてるから、かなり美味しい状況ではあるな。さあしっかりミニターンを貯めていきまして、まあ、あとトゲゾウとかサンダーとか、なんかめちゃくちゃえぐいことが起きなけりゃいけそうな気がする。さあしっかりインついていきまして、何も起きなそうかな。 OKOKOK、 さあ赤コーラ飛んできたけど、しっかりバスが代わりに味方してくれて、何個飛んでくんの。赤コーラ4つ飛んできてるんだけど、大丈夫大丈夫かな、これ大丈夫かな。はい、OK、 1位勝OK。 まあ3周目のね、ブーメラン持ちに対するあの不意打ちが結構ね、まあ、個人的にはねポイントだったかなと思います。よし、 OK。 さあ6レース目がネオクッパシティ。多分ね、あのカットされてると思うんだけど、さっきのね、あのキノピオハイウェイ終わった後にマジでボケーっとしとって、あの6レース目とレース中に勘違いして挨拶、締めの挨拶言っちゃってたわ。多分みんな見れてないと思うけど。さあ、まあそういうねちょっとした雑談をしておきながら、まあ1位走れてますね。さあ1位このまま逃げ切っておきたいな。とりあえず真ん中ら辺にバナナとりあえず置いておきまして、さあ緑コーラとコイン引いたけど、そうだな、まあアイテム交換前ぐらいに1回、よいしょ、ここで反射スナイプを狙っておきながら、よいしょ、さあ緑コーラ引いたね。ここどうしよっかな。とりあえず適当に1個後ろ投げておいて、よいしょ、まあ赤コーラが飛んできてても消えたら OK かなといったところ。さあよいしょ、静かにミニターも貯めていきます。よいしょ、うん、だいぶ後ろ離れてきてるからいいな。ちょっと2位の人が近かったりするから怖いところではあるけども、うん、これバナナで軽減したいんだけど軽減できなそうっすね。まあなんでよいしょ、普通に食らっていきまして、さあコイン使ってよいしょ復帰していきます。あ、ただなんか2位潰されてるっぽいね。いい感じに2位以降の集団が出来上がってるので、まあ、これかなりね2位以降で潰し合いがね予想されるので、まあ、かなり美味しい展開ですね。 OKOKOK、 いいよ、もっと潰し合い、もっと潰し合い。さあいやらしいところにバナナ置いておきまして、さあよいしょ、右魂しっかり溜めていきます。 OK、 当たってるモーションはあるけど多分あれ当たってないな。さあしっかりインついていきまして、まあこれはいったかな、さすがに。とりあえず真ん中ら辺にバナナ置いておきまして、さあバナナ引いたね、まあ大丈夫だなこれは。さあしっかりインついていきまして、そのままゴールイン、 OK、 チェーン、さあ OK。 マジで何もなかったね前。面白いぐらいマジでもうそのままスパーって終わったね。だいたいなんかね一悶着起きるけどね、まあこういうね、まあ、レースもね楽しいっすね。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。